皆さんこんにちは、マンダリグルビジです。では今回は提督の決断法パップキット PC 版ドイツ軍潜水艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、日本を支援しながらオーストラリアの攻略を行いました。その後少し時間を進めさせていただいて、まず日本がですね、南シナ海、これを独自で奪還してくれています。なので南シナ海に日本の旗が立ってますね。あとですね、日本のまさに喉元と言っていい小笠原沖、ここもですね、自力で日本がアメリカから奪還しています。これに伴ってイギリスが滅亡、滅んでいますね。なので今回はいよいよアメリカとの決戦に挑んでいきたいと思います。アメリカとの決戦なんですけども、まずハワイですね、ここの攻略を行っていきます。ハワイにはそれなりの戦力が入っているので、何度かで波状攻撃をして、艦隊戦力を削って、その上で最終的にはアメリカの西海岸に侵攻して制圧を行っていきたいと思います。では早速続きを始めていきましょう。潜水艦なんですけども、最終形としてディーゼル機関の3、これを乗せた潜水艦の設計を終えていますので、これを大量に作っていきます。この潜水艦は25ノット出るので、今までの潜水艦よりも足が速いものになっています。魚雷は4連装3機とね、火力は出るんですけども、継戦能力という意味では少し乏しいところはあります。なので、乗組員の方には申し訳ないですが、もう完全に消耗品ですね。あと戦略爆撃機をですね、アメリカは東海岸に99機配備して、これでメキシコを攻略攻撃しています。メキシコは資源地帯になっているので、その資源をね、アメリカが使えないように戦略爆撃を行っているという状態です。ではハワイに進攻していきます。まずは潜水艦隊ですね、これを3個ほど送り込んで敵の艦隊戦力を削っておきたいと思います。3つの飛行場あるので、確実に敵の艦隊戦力を削った後、陸戦隊を送り込んで一気にね、決着という形にしたいので、徹底的に敵の艦隊を潰しておきましょう。イギリスが滅んだことによって、イギリス軍ので提督たちも参加してくれているので、だいぶね、戦い自体は楽になってくれるんじゃないかなというふうに期待もしています。敵の位置が確認できましたね。ちょっと急いで向き変更します。もう何度も何度も動画の中でもお話してると思うんですけど、とにかく敵の駆逐艦が一番怖いので、敵の駆逐艦から優先的に狙いを定めていきたいと思います。で、装備している魚雷はですね、追尾魚雷の開発完了実はしましたので、追尾魚雷を、みんな積んでるような状態ですね。なので、多少なりとも魚雷の命中率は上がっているというふうに思っています。ちゃんと追尾して、追尾してるね、追尾して命中はなし。命中してくれるとね、酸素魚雷にもなってるので、もう火力がだいぶ上がってると思うんですけどね。こんだけの魚雷の中、やっぱり足が速いのか、敵の軽い艦隊には攻撃がなかなかヒットしてないっていう状態ですね。確かにね、攻撃性能は上がったりしているんですけども、相変わらず装甲はもう本当にカスみたいな装甲しかつけていないというのが現在の駆逐艦にはなってるので、潜水艦にはなってるので。そこはね、割り切りの問題だと思うんで、今更走行を厚くして、速度を犠牲にしようとは思わないんですけども、それだけ走行が浅いよ、薄いよっていうのはね、ちょっと心得ておいた方がいいですね。さあ、第一艦隊の方が新たな敵艦隊発見してますので、こっちの方に向かいましょう。まだまだ整然としている状態なので、できるだけね、敵1隻でも2隻でも沈めて混乱させて、団子状態に持ち込んで、そこから一気に撃破をね、増やしていければいいかなと思いますので、まずは中央付近に魚雷を打ち込んでいきます。空母もいるね。
この空母も仕留めておきたいなというところですかね。はい、まあ我々の潜水艦も3分の1ぐらい沈められてますが、アメリカ軍の出撃してきた艦隊は全部撃破しました。この調子で波状攻撃を続けていきましょう。では第2波第3波と攻撃をしていきたいと思います。まあ、特に注意しなきゃいけないのが敵の西海岸カリフォルニアからの増援ですかね。まあ、ただ敵の艦隊前回壊滅はさせているはずなので、投入してくる敵の戦力次第ではですね、揚陸艦で一気に制圧というのも考えていきたいので、一応ですね、出てくる敵の艦隊を見て、基地攻略まで進めるのか、それとも敵の艦隊の撃破に専念するのかというのを決めたいと思うので、揚陸艦の艦隊と潜水艦の艦隊両方出します。敵の戦力、やっぱりまだまだ艦隊出てきますね。しかも潜水艦もいる。アメリカ軍の第10艦隊、この中身は空母と、これは駆逐艦かな。そうですね、駆逐艦は厄介ですよね。第13艦隊は潜水艦が合計で12隻の艦隊ですね。第14艦隊、ここも駆逐艦が中心、あとは潜水艦も6隻入ってますね。こうなってくると苦戦するな。今回も潜水艦のみで出撃していきましょう。でハワイまではですね、ドイツの本国からだと12周かかるので、まあ、だいぶ時間がかかるんですよね。作ってから到着するまでだいぶ時間がかかるので、ここまで来てちょっと足踏みというかね、攻略に少し時間がかかる、まあ、そこは覚悟しておいた方が良さそうです。あとは日本軍がハワイ侵攻して敵のね潜水艦を撃破してくれると嬉しいかなというふうには思っています。さあ敵の艦隊発見してます。駆逐艦から潰していきたいので、ちょっと慎重に操船をしていきましょう。三艘魚雷にはなってるので、魚雷のね射程はだいぶ伸びてます。なので敵の駆逐艦に寄られる前にね、ちょっと早め早めに魚雷は発射して、爆雷を投下される前にちょっとでも多くの駆逐艦を沈めておきたいなというふうには思います。敵の駆逐艦を優先して撃破していきましょう。第一艦隊の敵の駆逐艦隊を撃破したので、今主戦場となっている敵の空母がいる付近にですね、移動をしていきます。第3艦隊は敵の空母の方にね突入をしていきます。ここにも敵の駆逐艦が護衛でついている様子はあるので、確実にね距離を取りながら突入をしていきましょう。さあ敵の艦隊は壊滅させましたので、あとはね敵の潜水艦がこの海域にいて、その潜水艦を倒す術はないので、まあ、ある程度の損害は覚悟の上で揚陸艦を投入していければいいかなと思います。なので今潜水艦をね、沈められた分だけ生産しているんですけども、この後は揚陸艦もね少し生産の数を増やしていきましょう。では第3波攻撃ですね。敵もまだまだ艦隊続々と送り込んでくるので、なかなか攻略のチャンス、敵基地攻略のチャンスがない状況にはなってますが、波状攻撃続けていきます。まあ、いつかはね先にアメリカ軍の方が資源が尽きると思うので、その時までひたすら潜水艦を作っては投入していきましょう。さあ敵の艦隊発見してます。まずはいい位置取りを取りたいので、魚雷を撃つためにいい位置取り、あと敵の艦隊3個艦隊今回入ってきているのを確認しているので、1つの艦隊だけにで、ね、こう気を取られすぎないようにしたいと思います。1つの艦隊にだけいい位置を取っても敵の残りの艦隊にね、すごく悪い位置取りになってしまうと元も子もないよというのありますからね。ちょっと位置取りが悪くなってますね今。
今映っている第一艦隊、ここにいるんですけど、第一艦隊に対して横っ腹から敵の駆逐艦隊が突入してくる状況になっているので、あんまりよろしくない体勢なので、ちょっとこれ一斉転打で向きを変えて一気にいい状況を一変させましょう。さあ、なんとか向きを持ち直しましたので、ここから一気にね、駆逐艦も含めて敵を撃破していきましょう。まあ、この過程で少し潜水艦を数失ってしまいましたが、まだまだ巻き返しはできると思います。敵の艦隊壊滅させましたので、このまま時間を進めて次のターンを見ていきましょう。完全なる消耗戦になってますけど、資源お金に関してはね、もうアメリカは圧倒する立場になってるんですけども、前線に部隊を送り届けるまでの日数っていう意味で言うと、アメリカは西海岸からわずか1ターンでハワイまで部隊を送り込めますが、我々はですね、ドイツ本国からハワイまで12週間かかるので、ここの差はむちゃくちゃ大きいですね。これを埋めるために毎週毎週船を作って、まあ、潜水艦を作って、それを毎週毎週ハワイ方面に輸送し続けるっていうことでね、船不足に陥らないように気をつけたいと思います。敵の艦隊壊滅させてます。もう一踏ん張りかな。日本軍が中部太平洋に突入ですね。いや、アメリカ軍もまだまだここ艦隊戦力豊富だな。中部太平洋これだけの戦力持ってる、すごい戦力ですよ、これ。第2艦隊はね、正規空母ミッドウェイはじめ、空母が4隻。第4艦隊に関しては、これ、戦艦と巡洋戦艦合わせて全部で十数隻ですね。さらに軽空母も入っていて、第6艦隊も軽空母、護衛空母入ってる。いや、これ、中部太平洋、むちゃくちゃ戦力あるな。まだまだ侮れない状況ですね。さあ、ハワイの方ですが、残念ながらスパイが捕まってしまって動向不明なんで、今回思い切ってちょっと陸戦隊を送ってみましょう。2つの飛行場の破壊を目的とします。潜水艦隊は、中央付近に突入、揚陸艦だけ敵基地方面に急行します。2つの飛行場がここにあるので、ここをね、うまく破壊しちゃえばいいかなっていうね、そういう作戦ですね。ではまず1つ目の飛行場発見してますので、ここに陸戦隊を送っていきます。まあ、8隻で攻略隊を編成して攻撃していくっていう、そういう感じですね。さあ、敵に艦隊発見されてます。ここはですね、まあ、なんとか揚陸艦が全部できるまで敵のね、動きを封じていきたいかなというところですかね。一つ目の飛行場も破壊完了してます。二つ目の飛行場も発見してますので、ここはできるだけ早く揚陸艦から部隊を出して撤退という形にしていきたいですよね。さあ、揚陸艦出しましたので撤退していきます。ちょっとでも多くのね、揚陸艦が生き残ってくれたらいいかなというところです。残りの敵の艦隊も倒していきましょう。ではハワイですね、もう一踏ん張りというところまで来てますので頑張っていきましょう。残り1つの飛行場なんですけども、潜水艦隊はね、突入させるにしても、揚陸艦はですね、一直線に敵の飛行場をここまで突き進むのが6隻、そして潜水艦の護衛を伴って迂回していくのが6隻という形で、合計12隻ですね、分散させて進撃していきたいと思います。まあ、どちらかがこけてもどちらかでカバーできるようにというね、そういう作戦です。お、敵に発見されたな。これは艦隊は艦隊かな。
まずはこの艦隊確実に潰します。揚陸艦に近づけさせない。まあ、夜間爆撃機が飛んでるな敵は。空母を先に仕留めた方が良さそうですね。さあ敵の基地にようやく近づきました。なんとか当てたい。陸戦隊出すまで粘ってほしいな。なんとか陸戦6隻いたのが2隻まで減っちゃってますけどね。なんとか陸戦隊を出すまで頑張ってくれ。陸戦隊出てくれ。出た。出たらちょっとおとりの意味で全く関係ない方向に向かってもらいましょう。死を覚悟の上でちょっとおとりになってもらいます。陸戦隊を出したらおとり。なあ、一隻からしか出れなかったか。もうちょっと出てほしかったかな。ちょっと夜になるまでこちらの残っている部隊は洋上待機としましょう。さあ残っていた迂回させていた、部隊からですね揚陸艦を出します。これで仕留めていける。これで敵の飛行場は破壊完了です。潜水艦部隊の方は今3回して敵のね水上艦が残ってないかどうかというのを確認してますけど、今のところなさそうなので、このまま時間が過ぎればハワイようやく取れそうですね。敵の艦隊ここに出現してしまったか。こうなるとちょっとハワイ攻略難しそうだな。潜水艦の残ってる数が少なすぎて、ちょっとこれだけの数残り2時間ぐらいで沈めるのは難しそうですね。まあほぼほぼ敵の艦隊倒しましたけど、新たに現れた第4艦隊これが倒しきれませんでしたね。残念です。もうハワイ何度出撃すればいいんだという感じがしますけど、まあ、ちょっとここはこらえて頑張っていきましょう。日本軍も頑張ってくれてますね。中部太平洋でアメリカ軍の艦隊撃破してくれています。では再び波状攻撃仕掛けていきます。今回は揚陸艦を16、潜水艦を32、合計3個艦隊投入しています。これは完全に敵のね、艦隊と並行して、復活したであろう敵基地も叩こうというね、そういう作戦ですね。まずは敵の艦隊発見してますので、この敵の艦隊から倒していきましょう。ちょうどいい角度で当たっていきますね。これね、この角度だとかなり効率よく敵の艦隊倒せるんじゃないかな。さあ団子状態に持ち込んだので敵の艦隊ここで殲滅しておきます。さあ敵の飛行場の破壊は完了してます。よし、ハワイようやく取れましたね。何度波状攻撃を仕掛けたことか。よし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 、これでハワイ取れたので、あとはカリフォルニアを取ればこのきつかった潜水艦プレイもようやく攻略完了という形になりそうですね。では全ての艦隊、まあ、一部フォークランドとかね、バミューダ沖に展開しているものを除き、一度ハワイに部隊を集結させて、そこで艦隊を再編、カリフォルニアにいよいよ最終攻撃を仕掛けていこうというふうに思います。ではカリフォルニアですね、ちょっと偵察も兼ねてですね、部隊出撃させていきたいと思います。まあ1回で当然攻略できるなんて思っていませんので、まずはねちょっと偵察を兼ねて、いきましょう。敵に発見されたか。ちょっと厄介な位置で発見されたな。揚陸艦が壊滅するかもしれないですねこれで、まあ、ちょっと急いで離脱できる人から離脱していきましょう。さあでは揚陸艦ですね、まあ、今回一応連れてきてますので、まあ攻略は難しいとは思うんですけども、一応投入だけしていきます。うまくすれば、まあ、1個でも2個でもね、敵基地を削っておきたい、倒しておきたいっていうところですかね。さあ損害出ましたけども、敵の飛行場1つは潰しました。残り2つの飛行場ですね、
ハワイと同じく波状攻撃で倒していきましょう。では続けて攻撃をしていきたいと思います。その前に枢軸軍、まあ、つまり日本ですね。日本が中部太平洋に攻め込んでいます。まあ、日本もだいぶ艦隊戦力ね、整えてきましたよね。こうやってみるとね、一時期は完全に足手まといかなとも思ったんですけど、敵は艦隊はいないであれば揚陸艦を大量に送り込みます。残り2つの飛行場ありますので、この2つの飛行場をですね、洋上マップの上側に展開するものが1つと下側に展開するものが1つ、どちらかが敵の航空機に発見されてもそのまま上からあるいは下から北上あるいは南下して敵の2つの飛行場を、ね、確実に破壊できるようにということで、3回させていきます。いやもう長かったこの駆逐艦、潜水艦縛りプレイも佳境も佳境ですね。では飛行場に陸戦隊出していきます。ちょっと弱気になってしまったので、ここからちょっとしんどいかもしれないですが、なんとかこのまま強行します。まだ揚陸艦だいぶ数残ってますので、この数が残ってるうちにですね、一隻でも多くの揚陸艦を送り込んで決めちゃいましょう。もう敵のね、その飛行場も一つしかないので、大量の航空機に殺到されて揚陸艦が全滅するっていうことはさすがにないと思うので、力押しでいっちゃいましょう。さあ残りも全部出して決着します。これで西海岸の攻略完了です。いやー長かったな。連合国軍の全ての重要拠点の制圧が完了しました。はい、というわけで、今回は大好きな提督の決断法、これをドイツ軍潜水艦だけで、プレイを進めていきました。皆さん本当にね、たくさんのアドバイスとか、感想とかありがとうございました。提督の決断はね、まだまだ大好きなゲームなんで、いろいろプレイをしていきたいなと思いますので、引き続きですね、皆さんにもお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでさせていただいて、また違う内容でね、プレイをしていきたいと思います。